決戦の準備。こんな短期技法よし、今は休み。曹操の船団が南に動き出したようです。ついに来たか。家計はいつ起こすのだ。今火をかけても効果は得られません。しばしの時が必要です。ここで敵の攻撃に屈しては全ての準備が水泡に帰します。家計を仕掛けるその時まで敵の猛攻に耐えなければなりません。わかった。まずは敵の攻撃をしのぐよう全軍。ついに決戦の時は来た。曹操軍を引きつけた後、家計にて火を見て敵を挑発する船を出す。皆、それまでは奮戦し持ちこたえよ。川に沿って弓兵が配置されてる。これで敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも10万本の矢が準備できたおかげか。さあ俺たちも頑張ろう。西郷様と長院様が処刑されたって話だ。何でも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか。水上戦を指揮できる方なんて他にいないぞ。失敗はできんな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。我が輩の仕込み。要所に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。ここまで抵抗されちゃかなわんな。あんたらの企み暴きたかったんだがね。この勝利我が戦績に加える。さすが帝府殿、年季が違うとはまさにこのことよ。燃やすには敵さんの船をつながないとね。まず
兵が船酔いしている最中に敵とは、これは厳しい。敵者ダメだ、気持ち悪くて動けねえ。手本を見せてやろう。深く心に刻め。船酔い対策をしておけば兵たちも私のように息が絶え絶えに。敵将、我が輩が討ち取った。ああいいね、その調子で頑張んな。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。になれぬ我が兵では船酔いは免れぬか。何か対策を講じねばならぬな。進んじまおうか。
さあここまで来ればもういいだろうさ。敵さんに船をつなぐよ、触れて回れよ。ありました。おい、サーザー、悔しかったらこっちに来てみろ。見えすぎた挑発よな。もはや企みを用いねば勝てぬと踏んだか。弱腰になった敵を押し潰し勝負を決する。全軍、奴らの本陣へ向け出撃せよ。あっしが船酔いを直してやるよ。船を全部繋いじまいな。それで万事解決さ。みんな、いいことを聞いたぞ。船を繋げばもう酔わないらしい。あなたのおかげで助かりました。さあ、どんどん飲んでくれ。勝利の前祝いだ。そっちもたんと飲みなよ。ま、あっしの仕事はこんなもんかね。知らぬ何を企もうとも、わしは負けぬ。我が魔道の前に逃げるがよい。あがくか。今さら奮戦したところで何も変わりはせぬぞ。何の数はまだか。周囲も、これ以上は持ちこたえられぬぞ。かくなる上は風が吹かずとも。いや、待て、風向きが変わった。周遊殿、風が本当についに来た。
殿、全軍に出撃の。よし、孫吾のすべて早々に叩きつけよ。はっ、全軍火計の準備にかかれ。早々軍をこの長江に沈めるのだ。郊外殿、河川での突撃お任せした。心得た。我が一世一代の大勝負、とくとご老中よ。見ておれ早々、孫吾の機嫌がお主の野望を焼き尽くそうぞ。いざ行こう。奴が総人のもとへ逃げ込む前に討ち取るのだ。曹操が味方と合流する前に討ち果たす。全軍急ぎ追撃を開始せよ。成功だな。だが思ったよりも燃えてないぞ。火計の準備を敵の艦長に邪魔されたらしい。それが原因かもな。早く船を出せ。このままじゃ全部燃えちまうぞ。ダメだ、船はみんな繋いである。逃げたくても逃げられねえ。よし、ここで防御体制を取るのだ。守りは我らが受け持て。決して何者にも抜かせはせぬぞ。我が輩の凄み、そう感じろ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。やっと応えろ。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。潔く引くしかないようですね。曹操殿、どうかご無事で。よし、いい感じだ。この勢いに乗って曹操を追いかけるぞ。この勝利、我が戦績に加えん。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。
者に支柱に勝つありだな。そう分裂、お前を仕留める。敵の勢いが勝っている。だがここで負けるわけにはいかぬ。黙らせてよ。進軍せよ。惑わせろ。ひたすらにかけるのだ。我が地を攻め、これを接収する。みんな進め。せっかく劉備を見つけたのに、俺の無力が憎い。早急を退けることができた。合流できそうだ。この勝利、我が戦績に加えん。おお、よくやってくれた。進軍せよ。惑わず、ひたすらにかけるのだ。かの地を攻め。を接収する。みんな、進め。接収する。みんな進め。敵を消して、俺たちで敵の要所を攻め立てる。総人様が殿をお待ちしております。この戦、総人のもとへ至ればわしの勝ちよ。さもなくはここで果てることになろう。しない。長州、いざ参る。そうだ、我らの追撃を振り切る。だがこの敗戦で当面は立ち上がれまい。奴らの動けぬ隙こそ勢力拡大の好機。今より天界と飛躍するのです。劉備様の行方が分かったぞ。どうやら曹操に向けて進軍中らしい。黙らせてやろう。よかった。
本当によかった。よし、俺らももうひと踏ん張りするぞ。はい、曹操軍は完全に撤退した。この孫権殿、お見事な戦でした。玄徳様もかっこよかったわよ。おやめください、将校殿。そのように買いかぶられてはどうにも面はゆい。だが肝心の曹操には逃げな。ええ、ですがそれはそうで、この戦曹操軍を退けただけでも。はい、よし、宴を開くぞ。みんな、今宵は無礼講だ。大いに飲み、喰らい、歌うがいい。ほっ、いいね。うちの連中も呼んで派手に騒ぐとするか。孫権殿、主演はよろしいが、あまり羽目を外されませぬよ。諸葛亮殿、こたびの協力重ねて礼を言う。おかげで曹操から孫吾の地を守ることができた。いいえ、私はただ周瑜殿の策を支えたまで。この戦勝は押村君は曹操を撃てなかったことか。だがそちらはあまり意に介していないようだ。あの時想定の範囲内と言っていたが、まるで曹操はしな。ええ、私にはそれに今曹操に倒れられては困るのです。では曹操が倒れては困るだと。諸葛亮、赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退、体制の立て直しを。諸葛亮殿、君たちの協力には感謝している。いや、率直に恐縮です、周瑜殿。この赤壁での勝利こそが好機。我らはこのまま慶州へと進攻するつもりだ。曹操の軍は遠征を続け疲弊している。逃げおおせたところで十分な体制は整えられまい。今ならば一気に慶州を掌握できるだろう。諸葛亮殿、君たちはどうするつもりだ。周瑜殿は孫吾の、孫権殿の天下を実現すべく戦っておられます。そしてそれは私も同じこと。劉備殿を王者とすべく万事を整える、それだけのことです。何を考えている。恐れながらつまびらかには申し上げられません。ただ一つ言えるとすれば、天下三分、それが今私が目指していることです。では周瑜殿、またお会いしましょう。天下三分だと。諸葛亮、貴様もまた大計を描いているのか。
曹操は赤壁で散々に打ち負かした。これからは俺たち孫悟の時代だな。うん、それはいささか流行りすぎであろう。そうですね、打ち破ったとはいえ曹操の軍は未だに強大です。その力を完全についえさせるには時がいるでしょう。乱世はまだ終わらない、そういうことか。そんなに暗い顔をするな、ジョセ。まだだとしても俺たちで終わらせればいいんだ。その通りだ、シュゼ。シュユ殿、赤壁での勝利こそ攻勢への狼煙、いわば本当の戦いはここから始まるのだ。そしてそこにはお前たち若き将の力が不可欠。治癒を研ぎ澄まし、次なる戦いもうすでに決めて。ああ、我らは慶州南軍を攻め落とす。皆には私と共に南軍攻めに加わってもらいたい。南軍を守るのは防衛戦に長けた総人だ。一筋縄ではいかん相手だぞ。何のお任せください。どんな奴であろうと俺が燃やしてみせますよ。周瑜殿、次の戦は劉備との共同作戦ではありませんね。そうだ、今回は我ら孫悟のみで戦う。もともと攻め来た曹操を倒すために手を結んだだけ。それが終われば命など形だけのものとなろう。事実、諸葛亮はすでに慶州で動き始めている。おそらくは我らに先んじて慶州を奪うつもりだろう。抜け駆けか。赤壁での戦果を考えれば慶州は孫悟が領して叱るべき地、劉備に渡すわけには。なるほど、敵は曹操だけではないということですね。そうだな。だが今は南軍を取ることに集中するぞ。曹操軍は手負いとはいえ未だ強大なのだからな。諸葛亮の動きは石膏に探らせよう。奴らよりも早く慶州を制さねばならぬからな。この戦で南軍を攻略し天下二分の行使とする。皆奮戦し孫悟に勝利をもたらすのだ。孫権様、出立の準備は整っています。ああ、わかった。蓮氏、いつもすまないな。ねえ、あの二人最近ちょっといい感じだと思わない？ええ、理想の主従と言えましょうな。そうだな、蓮氏殿は腕も立つし殿のおそば役として言うことなし。そういうことじゃなくて、ああもう誰か分かってくれないかしら。それにしても本当に羨ましいな。私にも誰かいい人が現れてくれるといいのに。なんと、姫様がそのようなことをお考えとは。いずれ姫様にも誰かのもとへ嫁がれる日が。考えただけでも泣けてくるわい。さて、殿の準備も終わりそうだし俺たちも南軍攻めに行く。どうしたんだ、今日はえらい無口だな。どうも落ち着かぬのだ。近頃周瑜が気負いすぎているように見えてな。敵に足をすくわれぬかと気が気でない。おお、定府殿が周瑜を心配するとはの。お主も丸くなったものよ。あやつは今や孫悟の要たる大都督、ここで倒れられては困るのだ。素直じゃないなあ。けど孫悟にとってはこれからが勝負どころ。
周遊殿を失…そうね、テーフが心配しすぎなだけならいいんだけど。あ、ほら、みんな不安な顔してちゃダメよ。心配も必要だけど、元気出していきましょう。さあ、南軍攻めに出発よ。作戦は今伝えた通りだ。我々は周遊殿と共に南軍攻めに加わる。それは分かりました。で、なんで俺がこいつと一緒なんです？両毛殿、いちいちうるせえな。ごちゃごちゃ言わねえで戦えばいいんだ。はあ、おいおい、冗談だろ。親の仇と仲良く肩並べて戦う奴がいるかっつーの。まだんなこと言ってんのかよ、小せえ野郎だぜ。やめんかバカ者。二人で力を合わせよと殿に言われたことを忘れたか。ふん。やれやれ、先が思いやられるな。だがこの二人を御すのが俺の役目か。今劉備軍が慶州にいるとの報が入っている。これが事実ならば、諸葛亮は赤壁の戦にとどまらず慶州奪還にも我々を利用するつもりだ。奴らの思い通りにはさせん。南軍、そして慶州は我々孫悟が制するぞ。慶州を得るため高陵にいる宗純を撃つ。気を抜いては、あれは、あれれ、味方が走ってきてるわ。ねえねえ、どうしたの？何か困りごと？でねえ、周遊様、敵将の矢で負傷、直ちに救援が必要です。なんとか間に合ったか。急ぎ部隊を再編成し援軍に回せ。戦績に加えん。お見事な戦ぶりです。
ありがとう、消去。少し体が楽になった。守りは性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。この地を狙う。ついてこい。殿の御ため、ここは抜かせん。鋼のごときその忠勇、見事なものよ。だが、それがしも殿のため、引くわけにはいかぬ。してしまいました。ご助力感謝いたします。守りきれなかったか。総人殿、お許しくだされ。手本を見せてやろう。この勝利を心に刻め。戦績に加えん。筋金入りですな。自分も見習う所存です。戦ぶりです。よし、直ちに守備配置につけ。
なる戦闘に備えるのだ。お、ピンときた。あそこが狙い目ってやったな。黙らせてやろう。予感的中。ここに来ると思ってたぜ。これ以上は進ませません。捨て駒となっても私が止めます。敵の勢いを止められないとは申し訳ありません。止められなかったか。光陵はどうなる。嫌な予感。今度ばかりは外れてほしいぜ。我が輩の勝利。我が輩が討ち取った。この勝利、我が戦績に加えん。それまでにここを落とさなければ。黙らせてやろう。援軍は呼び込めなかったか。ここまでだ。皆撤退せよ。加工トンが引いていきます。これで上陽は孫悟のものですね。敵将、我が輩が討ち取った。勝利、我が戦績に加えん。上陽からの援軍が止まった。これ以上の助けは望めぬか。置くのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。拙者はここより一歩も動かん。守りを固め、敵を待つのみ。出てこねえならこっちから行くぜ。ことが拙者の役目。いざ入られよ。見たか、医療は鈴の関連がいただいたぜ。おはよう。ラブレはしたが役目は果たし申した。さすがは満潮殿、筋書き通りの展開でござる。この勝利、
我が戦績に加えん。者は徐孔明、腕に覚えあらばお相手願う。合わせてやろう。敵将我が輩が討ち取った。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。満朝殿のご期待に添えぬとは。拙者まだまだ修行が足りぬ。悪いな、
世話かけちまった。ありがとうよ。この勝利、我が戦績に加えん。お見事。さすがの貫禄勝ちってところですね。我が務め、何人であろうとこの盾は貫けぬと知り。自分はそう思考。戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。黙らせてやろう。切れぬとは言うなよ。自分を破るとはなんと荒々しき誇り。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。結集を得た。これで孫悟の飛躍もかなう。なすべきことも。シュウユ様大丈夫？シュウユ様しっかりして。いかん、早く手当てしなければ。急ぎシュウユ殿を本陣までお連れしろ。シュウユ殿、おけがは？心配はいらぬ。それより南軍は？安心せよ、我ら孫悟が制した。これで早々に対抗できますな。周囲との天下二分への道開かれましたぞ。そうか、この命を懸けた甲斐があったな。だ、大変です。我らが南軍を攻略中に劉備軍が慶州へ侵攻。武良、長佐、霊良、慶陽の四軍が劉備の手に落ちました。何？おのれ諸葛亮、卑劣な策を露し結集を奪うとは。落ち着け周遊、たけっては傷に触る。我が身の傷など孫悟が失った気に比べれば何ほどのこともありません。周遊、いいのだ。今はお前自身の身を厭え。殿、申し訳ありません。よろしく、すまない。道半ばにして全てを君に託さねばならない。天意、あと一手、孫悟の天下のためあと一手打たせてくれ。周遊、周遊殿、周遊よ。ロシク、慶州の状況は？は、武良、調査、霊陵、慶陽、南部は現状劉備軍により制圧されています。諸葛亮とも話をしてきましたが、遺憾ながら
こちらに渡す気はないようです。奴は慶州は劉備が劉表から受け継いだ地だと領有の正当性を主張しています。卑劣な赤壁で我らの力を利用しさらに奇弁で慶州を奪うか。慶州は天下二分の要、今すぐ攻め取り劉備の一党に裏切りの代償を払わせるべきだろう。抵抗、それはお待ちを。孫劉の命はまだ生きています。今さら命など実のないものであろう。周囲の容体はあまり思わしくないようです。傷口が腫れ全身に毒が回っていると。そうか、周囲。この状況にどう対するか周遊殿に助言を求めるべきかと思います。あまりご無理をかけたくはありませんが。そうだな、今の私たちには周遊の地が必要だ。少し話をさせてもらおう。はい。周囲、体の具合はどうだ？殿、このような姿で失礼いたします。そのままでよい、無理はしてくれるな。お前を失うことは我が半身を失うことに等しい。孫悟にはお前が必要なのだ。殿、もったいないお言葉です。しかしこの大事な時に動けぬとは口惜しい。今打つ手が孫悟の未来を左右するというのに。周遊殿、ご無理をさせて申し訳ありません。ですがおっしゃる通り今は大事な局面、劉備にどう対処すべきか助言をいただきたい。ロシク、君はどう考えている？曹操との天下二分に向け敵を増やすのは得策ではありません。また流浪の身である劉備たちの立場で考えれば領土を手に入れることは悲願でもあったでしょう。百歩譲ってこたびのことはやむにやまれぬ主義と理解できなくもない。ならば今は慶州を劉備に貸した形とし孫劉の命の維持を優先すべきかと考えます。うん、私も同じ考えだ、ロシク。だが諸葛亮が信用ならないことはもはや明白。命は向こうから破られる危険がある。それを防ぐためには楔を打ち込んでおかねばなるまい。楔？いえ、絆、縁と言い換えた方がいいでしょうか。名は婚姻で結びつきを深めることで強くなります。姫様、あなたと劉備の婚姻をもって名を確かなものとするのです。え、周遊、
何をバカな。姫様と劉備の婚姻がなれば孫家と劉家は縁戚となります。名は確固たるものとなり、我らは背後を気にせず早々と戦うことができます。姫様、伏してお願い申し上げます。あなたの力、この周公金にお貸しください。孫吾の未来のために。ならぬ。将校は私の大事な妹、それを祭りごとの道具にするなど。いいわ、周遊。姫様、感謝いたします。将校、この話の意味が分かっているのか。ただの結婚ではないのだ。自由を奪われ、見ず知らずの土地に放り込まれる、それでよいのか。ありがとう、ケンニー様。でも今の孫悟には必要だって思うの。乱世はまだ終わってない。曹操だってきっとまた孫悟を攻めてくる。私にできることがあるなら喜んで協力するわ。それにね、私の気持ちと関係なくはないの。私結構気に入ってるんだ、劉玄徳様のこと。では婚姻の件、俺から劉備殿にお伝えします。ロッシュク、婚儀の際はかこちらへ来られぬというようであれば、この話はなかったことにしている。はあ。この命があるうちに災いの目は摘んでおかねば。たとえ姫様、あの姫様が結婚とは少し意外だな。聡明で情に厚いお方だ。孫悟のためを思ったのであろう。郊外殿はむせび泣いていたそうだぞ。まったく姫様は人気者だな。それで劉備殿はいつ頃ここに。もう間もなくだと聞いています。私たちもそろそろ警備に戻りましょう。それにしても何か妙だ。祝い事にしては警備が厳重すぎる。しかもほとんどが周遊殿の帰化の兵だな。劉備殿は姫様の夫君となられるのだ。万が一の時もお守りするため、信頼できる兵で固めたのだろう。そうか、それならいいんだろうか。今劉備が到着したそうだ。間もなくここにやってくるだろう。将校、本当にこれでよかったのだな。ええ、兄様、心配してくれてありがとう。ずっと見守ってきた姫様がついに。先ほどから涙が止まりませんぞ。もう郊外ったら、今生の別れってわけじゃないんだから。どうしたロシ君、何か心配事でもあるのか。いえ、ただ周遊殿の様子が少し妙だったので。周遊の。ロシク殿、妙といえば少し警備が厳重すぎませんか。どうも周遊殿の帰化で固められているようです。周遊殿の、まさか。ああ、俺はバカか。この計略に今まで気づかんとは。何事だ殿。おそらく周遊殿はここで劉備殿を撃つおつもりです。何、どういうことだ。この婚儀は偽り、劉備殿をおびき出し撃つことが周遊殿の真の狙いです。周遊殿はかねてから
劉備殿と諸葛亮を危険視していました。慶州の一件で撃つことを決意されたのでしょう。そんな、すぐに劉備殿を逃がしましょう。このままでは命どころではなくなります。待て、周瑜が正しいとしたらどうする。ここで劉備を撃つことが孫悟のためになるのではないか。抵抗、いいえ違うわ。偽りの婚儀で相手を撃つ、そんなことをする人を、国を誰が信じるの。孫悟のためを思うなら約束は守るべきよ。私は玄徳様に嫁ぐわ。お願い、みんな私に力を貸して。玄徳様と周瑜のためにも。姫様。姫様の覚悟しかと承知しました。ならばここは筋を通しましょう。序文卿、姫様のために戦います。女性、ありがとう。わしもおりますぞ姫様。姫様の婚儀が見られぬのは残念ですがの。帝子、トロ、ここは孫悟のため、劉備殿をお逃がしください。わかった、周瑜を止めよう。周瑜、全軍に命ずる。これより孫悟にあだなす敵、劉備を撃つ。地の防備につく。敵はすべてここで防ぐ覚悟で臨むぞ。黙らせてやろう。全力をもってここを死守するのだ。周高金が相手となろう。覚悟、黙らせてやろう。ここまで来れば。玄徳様、こっちよ。諸子殿、すまぬ。さあ
共に参ろう。リューピを逃がしてしまうとは。我が分ここに尽きるか。姫様、あとは自分たちにお任せを。みんなありがとう。私行くわ。ショコ殿。私は姫様の護衛、どうかお供させてください。ううん、蓮氏には別の人のそばにいてほしいの。誰のことかもうわかるわよね。姫様。兄様に伝えておいて、私がいる限り孫竜の命は揺るがないって。それと周遊にもありがとうって。姫様、どうか息災で。我が刃、届かなかったか。それでよかったのだ、周遊。これで孫悟と劉備の命は強固なものとなるだろう。確かに一時的にはそうでしょう。ですが慶州の問題を抱えている以上、劉備との衝突は避けられません。その時は殿に、そして誰より姫様に辛い思いをさせてしまいます。自らの命を削ってまで孫悟を守ろうとした、そのお前を誰が責めようか。殿。お前の思い決して無駄にはせぬ。必ず孫悟を守ると約束する。だから今は休んでくれ。私では頼りないか、周遊。いえ、これで安心して眠ることができます。周遊。わしらは周遊に重荷を背負わせすぎていたのかもしれんの。赤壁での勝利に目がくらみ、誰もそのことに気づけなんだとは。若輩者がいつの間にか大きくなったものよ。今しばらくはわしらも共に孫悟を支えねばの。楽隠居は当分お預けよ。どこへ行く、帝府殿。周遊と酒でもと思ってな。珍しいことがあるものよ。これは帝府殿。養生しているようだな。どうだ、酒でも一献。無論お主の体に触りがなければだが。よろしいのですか、私のような弱敗者と。お主は見事に務めを果たした。もう弱敗者とは呼べまい。ん？我が輩としたことが杯を忘れてきたか。しっかりしてください、帝府殿には。これからも弱敗者を導いてもらわねば。お主に叱責されようとはな。待っていろ、すぐに取ってくる。帝府殿、あとはよろしく頼みます。孫策、君に託された大事、そして殿、道半ばで倒れる不忠。周遊。
炎、若輩者め。周囲、兄上によろしく伝えてくれ。今まで大義であった。一度体勢を立て直すのだ。たく、魏軍の連中どれだけいるんだ。いくら倒してもキリがないっつうの。これほどの大軍でジュスコーに攻めてくるとは。慶州攻めの今日疲れたな。西に攻めてきたと思ったら今度は北。まったく休む暇がない。曹操は老獪だ。我々が周瑜殿を失った。劉備に援軍要請は出したが断られた。ここは我々だけで戦わねばならん。どういうことだ。慶州で揉めてるとはいえ同盟してんだろ。あの連中は信用ならないんだよ。あんたと同じってことなあ。んだと？またか。やめよ、与党、関内。今はそんな場合ではない。分かってますよ。さすがに言い合ってる状況じゃない。ほう。珍しく物分かりがいいじゃねえか。それだけこの戦が危ういということだ。殿、お待ちしておりました。両門、魏軍の動きは？こちらの前線を突破しようとしきりに攻勢を仕掛けてきています。ここは早めに手を打つべきかと。分かった。皆は前線の守りを固めてくれ。機を見て一気に反撃に出る。へえ、反撃の時が待ち遠しいぜ。敵は曹操が自ら軍を率いている。出場盛況だ。周瑜なき今、我々は一層団結して戦わねばならん。皆で魏軍の侵攻を食い止めるのだ。よし、一丁みんなで義を砕いてやるか。孫悟のため、そして亡き周瑜殿のために。前線の奮闘により我が軍が優勢だ。このまま曹操らを追い返すぞ。敵は当勢、前線の消耗が気になる。天候も水上の戦に影響するか。敵の先鋒めなかなかに粘りおるが、一度布陣を組み直すべきか。前線は維持に必要な兵数のみ残せ。余剰の兵を合肥へ戻すのだ。
天候を利して船団を崩すだと。敵は水上の戦も練り上げてきたか。南船北馬などといつまで侮る気だ。俺たちの機嫌、水の上でも見せてくれるわ。救うのは命がけだったはず。この恩義決して忘れまい。なかなかの戦上手、高等尊敬、いい光景を得たではないか。殿、感心している場合ではありませんぞ。ここは私と巨女殿で敵を迎撃しましょう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。さて、そろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこ、突くとしましょうか。しばらくこの場にとどまる。守備を固めておけ。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるんだ。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。黙らせてやろう。今こそ敵の要所を叩く。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。やれやれ、参ったね。黙らせてやろう。俺としたことだ。これは結構な深手だ。有力な将に手傷を負わせられたか。俺と学士の連携、うまくいったようだ。領土、死ぬんじゃねえぞ。今助けてやっからよ。私では、八死から及びませんでした。
皆さん、申し訳ありません。俺は手負いの獲物すら狩れないのか。士官殿に合わせる顔がない。ジュスコを奪われるとは、私としたことが敵を侮っていたか。まさかあんたに助けられるとはね。いや、すまない、助かったよ、カンネ。どうよ、当たり前だろ。俺たちは同じ孫悟の仲間なんだからな。この勝利、我が戦績に加えん。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。さて、そろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこ突くとしましょうか。総妃殿はご無事とのことです。負け戦も士官には良い経験となろう。しかし援軍が見込めぬのは厳しいな。戦績に加えん。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。あなたの陣町には
勘で。想定通りの規模の部隊を編成できました。これならば増援として十分でしょう。ちょうど船着き場の準備も整ったようです。いつでも乗船していただけます。決まった！一心不乱に突き進め！来るがいい！孫悟の将よ！自分が立て止まり、飛行を退けん！なんだかお互い目立たない役回りだな。やることはやらないとな。目標は決まった。いざ、進軍開始。
に刻め。これは参った。無理はしないで下がった方が良さそうだ。敵将、我が輩が討ち取った。デーブ殿の活躍にはため息しか出んな。どうやったらその年で息切れしないのか。自分たちの進むべき地は決まった。一心不乱に突き進め。ここは引かせてもらう。しかしいずれ自分が貴公らを押しとどめん。よし、ここで防御体制を取るのだ。この勝利、我が戦績に加えん。自分たちの進むべき地は決まった。一心不乱に突き進め。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。崩れかけてるな。よし、ピンときた。このまま一気に畳みかけるで。ねえ、この天候のせいで船も損壊。果たしてどこまで持ちこたえられるか。離せてやろう。お前は負ける気はしなかったんだけどな。俺の勘、水で錆びついちまったのか。敵将、我が輩が討ち取った。この勝利、我が戦績に加えん。
勢を取るのだ。この地の守りが必要か。大江は俺たちに任せるといい。目標は定まった。全軍進め。貴様らが孫悟の戦術を指揮する者か。我が絶技の前に倒れるがいい。受けて立とう。この御使命の治癒刮目せよ。絶にこうもたやすくあしらわれるか。孫策に会計を追われ、義に仕えてなお孫権に敗れるとは。こりゃダメだ。まるで歯が立たねえぜ。この勝利我が戦績に加えん。素晴らしい戦ぶりです。軍の屈強さ思い知らせてやれ。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。俺たちで敵の要所を攻め立てる。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。俺の前に立つとは勝士だ。格の違いを教えてやるとしよう。偉そうな奴だな。その高慢俺が打ち砕いてやる。これが孫悟の力か。悔しいがここは引くしかねえぜ。な、何かの間違いだ。俺がこんな奴に負けるとは。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。この勝利我が戦績に加えん。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。孫猛徳の前に立つか。なら
ならば撃つのみよ。やらせてやろう。私がこれほど敵図を追うことになるとは。殿を狙うとは。その前にこの張文遠が相手とならん。こら、曹操様をいじめるな。おいら絶対許さねえぞ。ディスコは放棄する。全員退却せよ。よし、曹操を退けたぞ。みんな勝ちどきを上げよう。こんなもんかよ。口ほどにもねえ連中だぜ。これで諦める連中じゃないだろうけどね。まあひとまずは俺たちが勝ったってこと。二人ともよく協力して戦ってくれた。やればできるではないか。協力？冗談はやめてくださいよ。結果的にそう。確かに協力はしてねえな。俺が危ないところを助けてやっただけだしよ。冗談。あのくらい一人で突破できたっつうの。戦が終わった途端これか。まあいい、見ようによっては仲がいいと思う。誰がこんなやつと。言えん。あれはあれで息が合っているのだろう。自分たちには周遊殿ほどの偉大な治癒はない。だがああやって力を合わせれば周遊殿が目指す。改めて言葉にされると面はゆいな。だが確かに俺たちは仲間なのだ。それぞれ違うことを考え、違うものを見る者同士が同じ旗のもと互いを認め合いながら戦う。それが孫悟の強さ。孫悟が天下へと進むための力なのだ。そうだろう、周遊殿。政府は仲間と共に呪詛公に攻め寄せた魏軍を追い払った。彼はこの戦で孫悟の若き将たちの成長を感じる。それは周遊が残した未来への希望であった。政府は改めて周遊の早すぎる死を惜しんだ。やがて孫権は呪詛公の戦勝祝いとして酒宴を開く。いつもの孫悟らしく豪快で陽気な宴になることは予想できた。ただその中心にいるべき彼はもういない。主のような名手には二度と出会えんかもしれん。だが多くの珍品が集まっておるぞ。これこそがお主の目指した新しき時代。なんと希望に満ち眩しく輝いていること。今しばらく
若輩どもの生き様を見届けるのも悪くない。そうだろう、周遊よ。